はい、始まりました、アムテツチャンネル。さあ今回はですね、はい、トイック満点講師が英検準2級プラスやってみたということでですね、はい、準2級プラスのですねサンプル問題出ましたんで、そちらはい分析していきたいと思いますね。まあね、はっきり言ってしまえば準2級と2級の間と言いますけど、準2級のプラスって書いてあるけど2級マイナスですね。はい、出題形式は2級と全く同じです。設問数とかも全部同じなんで、2級と同じ形式だけど難易度が下がってるっていうのが準2級プラスでございます。はい、いっぱい分析しました。単語だったりとか分析していって分かったことがあるんですよ。ぶっちゃけ単語問題も見たんですけど、2級の過去に出たものをやっときゃまあ全部取れるっていう感じですね。で、準2級のレベルだと無理ですね。だから2級のものは全部出てる、過去に。最初のページの10問見たんですけど、全て2級に過去に登場したものだった。それに対して準2には出てないものも出題されてましたんで、まあ後で詳しく見ていきますね。概要とともに見ていきましょう。出題形式は全く同じなので2級とですね、あ、ただ新2級と同じなんで、まず筆記、リーディングとライティング合わせて85分、リスニングが25分で、面接が約7分、これ全く同じです。で、問題の形式としてもリーディングが語彙問題17問、長文中の空所補充6問で、メールの読解3問で、長文が5問で、これ2級と全く同じで、文法問題は出ないですね。2級で文法問題なくなるのと同じように、準2級プラスも文法問題は出ません。で、リスニングも2人の人が喋っているものが15問、1人が喋っているのが15問、全く同じです。で、ライティングも要約問題があり、エッセイライティングがあると。で、スピーキング、面接も音読に対する返答で、3コマ漫画の描写で、質疑応答が2問、全く同じです。じゃあそれぞれの細かい特徴とどう違うのかをですね、見ていきたいと思います。2級との差っていうのを見たいと思いますね。まず単語なんですけど、はい、こんな感じでですね、単語のレベルとしてはこの正解となっている単語なんですけども、 enlarge っていうのは過去に2級3回登場してて、準1級で1回出てます。で、次の promise っていうのも2級で4回出てて、準1級で1回で、順にもいっぱい出てますね。この keep one's promise っていう形で出てたんですけど、約束を守るって、それでイディオムとしても登場してましたね。だから合計すると5、6回出てんのかな、順にでは。で、次の yelling は2級で1回出てて、順にで3回で、次の irritate なんてさ、2級で1回で準1で3回です。だからこれ準1で出てるやつとかも出てるんで、だ、単語のレベルとしてはやっぱり準2ではなくて2級の勉強しとくべきですね。マキシマムは2級で1回、インポーズに至っては2級で2回で、準1級で8回出てますからね。で、クライメットは2級で3回、準2級で8回、ナローは2級で1回、準2級で3回で、フリークエンシーは2級で2回で、ディスパイトは2級で2回っていう風に、2級やってれば確実に大丈夫、2級の過去問やってれば確実に大丈夫っていう問題ですね。長文中の穴埋めはやっぱり同じように文脈で解かなきゃいけません。絶対にどれも空所に入るものになってます。これ結構レベルが高かったですよ、サンプルの問題。間違える人も絶対いると思います。で、 E メール読解ですが、まあ各段落ごとで答えが出ます。ただ最後の問題ですね、長文の一番最後の5問目だけは全体いろんなところに答えの根拠が散らばってるというのを、2級と全く同じです。はい、構成全く同じ、ただ優しくなってるっていうだけですね。続いてライティングの英文要約ですが、まず25号から35号で要約するんですけど、いやこれはいらないんじゃないのって思う、正直。準2級プラスはなぜかっていうと、2級はですね3文あるんですよ、1段落が。で、3段落構成でまとめるなんだけど、このね準2級プラスのサンプルは1段落が2文しかない。1段落が2文っておかしいでしょ、そもそも。なん でそれをそれぞれの段落のポイントごとに取ってったらさ、2文を1文に変えるだけですからね。これはなんかわざわざ必要あんのって思ったけどね。まだ要約のね解き方に関しては動画出てますんで、そちら絶対参照しておいてください。それやれば簡単に解けますんで、まあ優しいなと思って。ライティングに関しては50から65です。50から65で理由を2つ挙げなさいっていうので、これもまあ同じですよね。2級と同じような構成になってます。まあだから語数が違うって感じだよね。2級がほら45から55語なんで、要約がそこが準2級プラスは減ってる。で、さらにエッセイがね50から60ですから、2級は85から100語ですからね。やっぱり長さって感じだと思います。だから時間の点で2級よりだいぶ楽、書くものが少ないし、読む量もライティングの要約は少ないからっていう感じ。ただ難易度はそこまでスーパー優しいってわけでもないなっていう印象ですね。まあ一応レベルとしてはね A2 レベル B1、まあ満点取れば B2 に入るだもんね、まあ、そういうレベルなので、まあ
優しいだけじゃないって感じね。だからここまでやった感じとしては、まあ、圧倒的に文章中の空所補充が難しかった、サンプルに関してはね。だから大学入試までのお勉強をちゃんとしてて、この要約のやつできればまあ簡単かなと思いますね。でリスニングに関しては、まあ、音声が公開されてなかったんでどれぐらいのスピードで生まれるかもわかんないんですが、でまあ会話があって、第2部の方は講義っぽいものと完全に講義でした。オリエンテーション的なやつ、他の一人で喋るやつは誰々がいてつって誰々はこうでしたっていうストーリーみたいな感じでしたね。だちょっと音声が公開されたらいいんですけど、講義っぽいものもあるしクラスオリエンテーションみたいなものもあるって感じでしたね。で大体はただ一人の人がこういう感じでやりましたみたいなストーリーが多かったね。まあ確かにつなぎになってるって感じかな。で続いてスピーキングですね。こちらですね、まあ音読がまあ読みやすくはなって、2級よりは読みやすいものになってて、文章に基づいた応答ですね、問題っていうのが、準2級っていうのは1文中の前の要素で答えが出るんですね。で2級っていうのは1個前の文と照らし合わせなきゃいけないんですよ。で準2級プラスも照らし合わせなきゃダメでした。前の文と照らし合わせます。ただ前の文と照らし合わせるんだけど、このサンプルに関してはね、2級って前の要素と照らし合わせた時に後ろに関係施設とかかかってるんですよ。でそこをちゃんと読まなきゃいけないっていう、後ろからかかってるやつをどっからどこまで読まなきゃいけないのっていうのを気にするんですけど、このサンプルは前からかかってるのしかなかったですね。後ろからかかってるものがなかったんで、もしかしたらそういう風になるのかなと思います。だから攻略は簡単で、で3コマ漫画なんですけど、これも特徴基本は同じです。2級の1コマ目に1個ポイントがあって、2コマ目に2つポイント、3コマ目に2つポイントがあるっていう全く同じやつだったんだけど、2コマ目に吹き出しがあった、喋ってる言葉、そう1コマ目にこうね誰々が喋ってるはよくあこの字が書いてある吹き出しの中にはあるんだけど、2級もね2コマ目にも喋ってる吹き出しがあった、字が入ってるやつですね。これがまあ違いでしょうね。でサンプルの模範解答見ると、ここを間接話法で喋ってたんだけど、でも1コマ目直接話法なんだから2コマ目も直接話法でも問題ないでしょうって思ったけどね。というふうに、まあ、だから一番の違いとしては文章の情報の照らし合わせが楽になってるのと、3コマ漫画の2コマ目がセリフになってるっていうのが、これが大きな違いかな。でその後の質疑応答は2問ありましたが、これも同じですけど、まあね質問が結構長かったりして厄介っていうのも2級と同じですね。で答え方サンプル見ると、やっぱ2分で答えるようになっているので、やっぱ準2級、準2級プラス2級、全部2分で答えなきゃいけないっていうのが分かりますね。はい、こういった感じのものが今のところ分かっている情報でございます。だからまあ今ね、の対策本も何もないよって言ってね困ってる人いると思うんですけど、まあ普通に2級の勉強すればいいって感じだと思いますね。で大学受験で難しいとこ目指すっていう人は別に、ね、出題形式だけちゃんと覚えておけばいい、2級の勉強してそれでいけばいいって感じかな。それで全然優に突破できるっていう感じだと思いますね。だから英作文も過去問やって字数だけね変えて、その少ない字数で済む型でエッセイを書けるようにしておけば大丈夫って感じだと思いますね。要約もやっぱ2分ずつなんで、一段落はそんなに難しいことはないと思いますね。はい、ということで準2級プラスのですねサンプルを分析してみました。ぜひともねこれを参考にしていただきまして、受験される方ですね頑張って受けてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ぜひ高評価チャンネル登録をお忘れなく。